はい、セブンイレブンさんで買ってきました茨城県産クインシーメロン杏仁です。 JA 茨城朝日村メロン仕様ということでいただきたいと思います。はい、蓋を取ったらですね、メロンのいい香りがね漂ってきました。これが果肉で、これ何なんですかね、これなんかジュレみたいになってますね。はい、じゃあこの辺から行ってみましょうか。いただきます。あ、もう完全に茨城県産の甘いメロンですね。グーです。それではね、奥のこの杏仁と一緒に行ってみましょうか。はい、じゃあこんな感じです。いただきます。うん、あ、なるほど、杏仁と、なんだろう、メロン合いますね。はい、グです。あ、美味しいですねこれね。はい、美味しいぞこれ。ジュレとね、果肉とこの杏仁とのコラボ、この辺全部まとめていっちゃいます。うん、これは美味しいですね。グです。昨日ね、かすみさんに買い物行ったんですけども、もうね、メロンがバーンってもう売り出されてましたね。昨日はね、茨城キングが中心に販売してましたね。はい、メロン、茨城県産のメロン美味しいですね。グーです。